ハイウェイパトロールは高速道路の交通安全遵守を監督実施する主にアメリカ合衆国の警察における執行隊の故障である。米国に限らず同様の職務を遂行する各国の交通警察についても本校で記述する。ハイウェイパトロールや交通警察の職務には以下のものが含まれる。カリフォルニアハイウェイパトロールアメリカ合衆国では 多くの州警察機関がハイウェイパトロールの名称を採用している。州警察機関がハイウェイパトロールの役割を果たす場合もあれば、その逆もある。例えば、アリゾナハイウェイパトロールは事実上の州警察機関であり、法執行機関の活動や犯罪捜査を行う、州規模の権限を有する警察機関を意味する。高速道路のパトロール業務に加えて、 死警察や軍法安官の通常範囲外の職務を遂行しており、具体的には、州の高速道路や、州間高速道路での交通法執行、衆議会議児童やその他州庁舎のセキュリティ監督、知事の護衛、技術的、科学的支援の提供、申告、または複雑な案件における複数管轄区域での任務活動調整など多岐にわたる。 カリフォルニアハイウェイパトロールは特定の州裁判所での定理や代理執行官としての役割も果たす。同州の交通執行機関はカリフォルニア州警察との合併を経てカリフォルニアハイウェイパトロールの名称を保持し互いの職務を一つの機関に組み入れた。フロリダハイウェイパトロールやノースカロライナ州ハイウェイパトロールなど一部の高速道路系ら隊は特に交通法規の執行を 任されており、他の法律執行も可能ではあるが公式の州警察機関ではなく、とはいえカリフォルニアハイウェイパトロールやニュージャージー州警察と同様に州全体に及ぶ権限を放置している。テキサスなどの州では州警察がテキサス公安局などと適切に命名されており、その片腕としてハイウェイパトロール下がある。このか、ボストン、ニューヨーク、フィラデルフィア、 ナ須総ー軍、サフォーク軍の警察署にはハイウェイパトロール隊がある。ハイウェイパトロール組織と同様の州警察機関の非公式な名簿一覧はウェブ上で入手可能であるアイオワ州パトロールは全1 0州のハイウェイパトロール組織の通信指令係への緊急以外通話用の電話番号と携帯電話番号のリストを維持管理している。これらの番号は煽り運転。 飲酒運転、危険だが、命の危機には至らず911通報までは、不要な状況を報告したい、運転手にとって有用である。ハイウェイパトロールや州警察の警官はしばしば、ステートトルーパーと呼ばれる。歴史的に、その部隊は少人数の騎兵隊だった。多くの州警察部隊は、兵士のようにバラックに駐屯する際の、準軍事組織として発足したため、 トルーパーという用語になった。彼らはトルーパー・ジョン・スミスのようにトルーパーの肩書きを添えて呼ばれる。特に東海岸の一部組織では州警察の警官をバラックと呼ぶが、同隊員たちは通常そこに居住はしていない。他の州の警察隊は普通の民間人と同じく単純に通勤して働く、警察官を常に模範としており、彼らは警察官と同様、 オフィサーという肩書きを使用する。他の州では、州警察やハイウェイパトロールの隊員を呼ぶ際に、パトロールマンという用語を使用したりもする。多くの州と現地運輸局は、必要に応じた高速道路での緊急事態支援を、するべく政府運用の各種パトロールを高速道路で実施している。法執行機関の職員ではないが、これらの隊員は事故等で怪我を負った。 運転手に無償サービスを提供しており、交通車線を確保し、緊急医療援助を施し、危険な場所での車両レッカー車を要請し、衝突後の破片を車道から除去するほか、タイヤのパンク、バッテリー上がりのケーブルを応急処置走行不能車両を車線から押し出すなど、動けない車両の警備な問題を解決する。これらパトロールの多くは、州警察及び、 同州の高速道路事業局と直接共同して、軽微な車両故障などで市民が911コールした、時に応援対象を行う。各州、地域のパトロール隊名称アルゼンチンでは、交通警察執行が、アルゼンチン国家憲兵隊の責務となる。西オーストラリア州警察、交通執行隊の車両オーストラリアでは、交通警察執行が、州警察の責務となる。各部隊に、 独自の交通化があり、エリアごとの地域化と、州全体の広域化があることも多い。地域別の名称ベルギーでは、高速道路上の交通警察執行が、連邦警察の一部である、道路警察の責務となる。ブラジル連邦警察が、ブラジルの高速道路をパトロールする、ヨすブラジルでは、交通警察執行が高速道路の管轄に応じた、州及び、 連邦警察局の責務となる。州が管理する高速道路は、州高速道路軍警察と呼ばれる、軍警察の下部組織によって執行される。同時に、連邦高速道路では、連邦道路警察の責務となる。カナダでは、高速道路上の交通警察執行は、王立カナダキバ警察単独の責務となるが、例外として、オンタリオ州、ケベック州、 アルバータ州、サスカジワン州は次の通り。ニューファンドランドラブラドール州では、王立ニューファンドランド州警察が主要都市圏で、その役目を果たす。そして高速道路上の交通警察執行は、RCMP の責務である。現在、アルバータ保安官課の保安官ハイウェイパトロール隊は、RCMP と並行して農村部の交通執行を実施している。 歴史的にいくつかの州、例えばニューブランズウィーク州には独自のハイウェイパトロールがあった。また、ケベック州は大型車に関する交通法を執行する独自制度を採用している。コロンビアでは高速道路上の交通警察執行は高速道路警察の責務である。クロアチアでは交通警察の特別部署が国家高速道路パトロール隊であり、 クロアチアの高速道路をパトロールする。その任務には違反運転の防止及び摘発が含まれる。チェコ共和国では高速道路上の交通警察執行はチェコ共和国警察の責務である。デンマークでは高速道路上の交通警察執行はデンマーク警察の責務である。フィンランドでは高速道路上の交通警察執行はフィンランド国家警察の責務である。 フランスでは、高速道路上の交通警察執行は、国家憲兵隊、道路法案部隊、フランス国家警察の CRS 高速道路部隊が、責務を果たす。ドイツのハイウェイパトロール車両ドイツでは、高速道路上の交通警察執行は、州警察の高速道路警察部署が責務を果たす。ハンガリーでは、高速道路上の交通警察執行は、ハンガリー警察の責務である。 インドでは高速道路上の交通警察執行が州警察の交通警察部署によって行われる。国内29州に連邦直轄地域7つを加えた36の州警察がインドに存在する。インドネシア交通警察のハイウェイパトロール車両インドネシアでは交通警察執行はインドネシア共和国警察の交通隊の責務である。 インドネシア国家警察交通隊は、ハイウェイパトロール招待を含む交通警察執行に関する招待をいくつか監督している。国内の道路における、法執行、管理、統制、事故処理と、未然防止、教育、護送、巡回などの交通執行を実施している。運転免許証の発行もこの招体で行われる。アイルランドでは、 ガルダ交通隊というアイルランド警察の専門招待が国内の高速道路やその他国道のパトロールを担当する。バイク、オフロード4区、高性能セダン車を使ってパトロールする。イタリアでは高速道路上の交通警察執行は国家警察の交通警察部署及び国家憲兵カラビニエリの責務である。高速道路交通警察隊のパトロールカー、後部に 電光掲示板が搭載されている。車種はトヨタクラウン日本では高速道路上の交通警察執行を担当する高速道路交通警察隊が存在し実動正体が都道府県警察に置かれている。マレー語でヘロングラブークロヤと呼ばれるマレーシアのハイウェイパトロール車両。車種は三菱ランサーエボリューション X。マレーシアでは 高速道路上の交通警察執行は、マレーシア王立警察の責務である。また道路交通局は、マレーシアにおける運転免許証及びすべての自動車、トレーラーの登録交付を担当する。メキシコでは、高速道路上の交通警察執行は、連邦警察の責務である。オランダでは、高速道路上の警察執行は、オランダ国家警察の一翼を担う交通警察の、 権限下にある。都市部のアムステルダム、デンハグ、ロッテルダムなど一部地域には交通警察が独自組織するハイウェイパトロールがある。ノルウェーでは高速道路上の交通警察執行はノルウェー警察の国家機動警察保安部の責務である。パキスタンでは国内高速道路及び自動車道での交通警察執行は国家高速道路 自動車道路警察の責務である。フィリピンでは国内高速道路及び自動車道での交通警察執行はフィリピン国家警察のハイウェイパトロール隊の責務である。ポーランドでは高速道路上の交通警察執行はポーランド警察の責務である。ポルトガルでは高速道路上の交通警察執行はポルトガル共和国国家警備隊の責務である。ロシアでは 高速道路上の交通警察執行は、ロシア警察の交通保安総局及び、ロシア内務省公安部の責務である。スペインでは、高速道路上の交通警察執行は、治安警備隊の責務であるが、例外として、同執行権限が移行済みの自治州では、それぞれの地域警察が同地域で責務を果たす。ナバラ州では、 交通警察執行は治安警備隊と地域警察とで共同で行う。スリランカでは高速道路上の交通警察執行は交通警察の責務である。スウェーデンでは交通警察執行は警察庁の責務である。スウェーデンの警察官は全員がドライバーを停止させる権限を持っているが車両等に車輪止めをかける権限を有するのは スウェーデン交通警察課の警察官だけである。台湾では高速道路上の交通警察執行は形成所の責務である。トルコでは高速道路上を含む交通警察執行を警察総局の付属部隊が行う。トルコの交通警察官はシートベルト、ナンバープレート、運転免許証、アルコール等の違反を取り締まる。トルコの高速道路交通警察は 他の国と同じく高速道路で職務を行う。トルコではすべてのパトカーにタブレットと GPS デバイスが備わっている。イギリスでは高速道路上の交通警察執行は地方警察の道路警察執行隊の責務である。一家のように名称が異なる地域も一部存在する。ありがとうございます。